少なくともかつてあったものはその影を残しているだけだ。物は見直せ、手作りの神殿の中へと。そしてそいつは清掃車が運び去ってしまった。ありもしない裏通り、架空のカウンターで愛しい人たちがいなくなっていく。それは間違いなく自ら選んだ札だった。急ぎ走りで止めることもできない速さを持って俺は自身を置き去りにしたんだ。そいつのあまりの惨めさで手に入れられるのはチューブルの安らぎ。せいぜいのところ大分析30分もそれ。欲しいと思ったものはそれぞれ納屋の仕方で燃え、ゆっくりと遠ざかる景色。田舎の国道で天使どもが激しい重空で俺をどやしつけ、中古車センターだけが輝かしい路上に吸い切れ、風に殴られた。この俺が手にできるのはテニスの短編ですが、結局は別に自身を運び去っている清掃人のようなあり方だけ。